渡辺勝は神奈川県横浜市港南区出身のプロ野球選手。宇藤左田。中日ドラゴンズ所属。横浜市立丸山台中学校時代は戸塚シニアに所属し、荒川博が主催する荒川道場で打撃指導を受けた。東海大相模高校に進学後は1年秋から1番で活躍。1学年先輩のエース123進府都市。 大城拓造らを用して、第82回選抜高等学校野球大会、第92回全国高等学校野球選手権大会に出場。特に第92回全国高等学校野球選手権大会では、打率429をマークし、準優勝に貢献。決勝戦の高南高校戦では、島袋へを進むからも2安打を放っている。 翌年の第83回選抜高等学校野球大会にも出場し、一番打者として打率。417と活躍。決勝では、三好匠、高木俊人擁する九州国際大附属高校と対戦し、三好から3安打を放ち優勝に貢献した。3年の夏は、神奈川県大会5回戦で、乙坂里志、近藤健介、 竜言やら要する横浜高校に敗れた。甲子園、通算11試合、打率。408、49打数20安打7打点。同期には、菅野武史、大学でもプレーする、田中俊太がいる。東海大学に進学後、1年秋から試合に出場し、14年秋と15年春は、ベストナインを獲得。特に十五年秋は打率。 391を記録し、首都大学リーグ MVP にも輝いた。3年時の全日本大学野球選手権大会では優勝。野球部には同期に中川幸太、吉田祐希がいる。10月22日に行われたドラフト会議で中日ドラゴンズに育成6巡目で指名され、支度金200万円、年俸300万円で合意した。背番号は212。 2016年は2軍公式戦において64試合に出場し、1本塁打、21打点、8盗塁、打率、275の成績を残す。2017年は2軍公式戦において67試合に出場し、3本塁打、16打点、3盗塁、打率、228の成績だった。10月9日から宮崎県で開催された、 宮崎フェニックスリーグにおいて打率3245投類の好成績を挙げる。11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBUS 単選抜に選出される。2018年はシーズン終了後の11月18日に球団より支配下選手として契約したことが発表された。 背番号は三十一。二千十九年は初の開幕一軍入りとなり、プロ初安打を含む4安打を記録した。二千二十年は前年に続き開幕一軍入りを達成するも、不審に陥り結果が出なかったため登録を抹消された。その後は二軍で調子を取り戻し、ウエスタンリーグ主打者に躍り出る活躍を見せたことが変われ、九月下旬に平田良介が 故障離脱した際に入れ替わりで1軍へ最初を隠した。しかし、翌月に体幹のコンディショニング不良を発症したため自身も戦線を離脱し、そのままシーズンを終えた。最終的に1軍では打率200という結果だったが、2軍では規定打席未到達ながら打率392、オプス993という高水準の成績を残した。 ありがとうございます。